まだなんか始まるぞ。あのそこの方、突然ですがゲームの声優をやってくれ。これも絶対おもろい。これも絶対におもろい。何何、ゲームの声優だった CV キリュカズ。絶対おもろい。このサブクエもキリさん、こちらが IT 役の声優を務めるリュウザキさんです。リュウザキです、はじめまして。今日よろしくお願いします。キリュウだよろしくな。ところで菊池、今から収録するのはどういうゲームなんだ。男同士の熱い友情、裏切り、絆を描いたヒューマニズムあふれる熱血青春学園ゲーム、熱血アミーゴというゲームです。とんでもねえな、熱血アミーゴ聞いたことねえな。これが今若い女の子に大人気なんですよ。そうなのか。それで俺は何をすればいいんだ。キリュウさんには主人公のアビア、主人公なんや。しかも設定は2人は同じ男子校、聖ダンディズム学園に通っている生徒、放課後に教室2人きりでいるシーンか。BL じゃないよね。ちょっと待って、 BL やったらどうしよう。久しぶりだな、阿部とこうして2人きりになるのも。いや、ちょっとどうしよう。先にシャワー見てこいよ。もう好き、龍が如くこれやから好き。もうやだ、しんどい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 。なんでこんなしんどいことさせんの、いつもいつもいつも。あー、どれがどれがいいんやろ、どれがいいんかな。先にシャワー浴びてこいよ。先にシャワー浴びてこいよ。キリュウさん、ここ学校の教室の設定ですよ。シャワーなんてありませんよ。ったく、ちゃんと判断ください。めっちゃいい。やば、二人きりになれて嬉しいよ。あ、そうだな、俺もお前と二人きりになる。いや、めっちゃいい。ちょっと待って、これオンボイス、オンボイス、キリュウカズマ、黒で高屋のアンバイス、キヤー。ここでもお前と一緒にいられるなんて、何か運命を感じてしまうな。なあ、阿部は俺のことをどう思ってるんだ。え、ちょっと待って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 、え、これ、え、ご褒美でいいの？ご褒美でいいの？ご褒美でいいねんな？そうだな、お前のことはずっと一人の男として意識していたよ。ちょっと待って、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 ああ、イヤホン、阿部とは昔から幼馴染としてじゃなく恋愛対象…ちょっと待って、え、恋愛対象だと…待って、これ正解やったん、これ。なあ、教室には誰もいないぜ、阿部は今俺と何をした。
待って、キルちゃん受けってこと？え、待って、どういうこと？本当に俺でいいんだな。なんだこの展開は。俺はもう我慢できないぜ、阿部いいか。マジで BLCD で受けの黒の酒屋受け BLCD がないんですけど、まさかこんなところで。もちろんだぜ。まあ肩の力抜けよ。じゃあ行くぞ。おい、この展開まさか。なんかさ、もうありがとう。なんかさ、もうやだ。なんかアクエリを思い出した。うん。腐女子が考えそうなことをさ、アクエリオンが公式でやっちゃうわけよ。そう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 。それを思い出したね。龍が如くもこっちか。ありがとう、龍が如くスタジオ。これからも一生ついていきます。おい、なんだこのゲームは。これのどこが青春ものなんだ。キルさん、これも一つの青春の形なんですよ。今若い女性たちはこういう BL さんが。やめて、やめて、恥ずかしい、やめて、お願い、ごめんなさい、本当にごめんなさい。リュウが如くの BL をピクシブで読み漁っている、本当にごめんなさい。恥ずかしすぎる、こんな恥ずかしすぎる。ああ、メンタルがブレイクしていく。私のこれをプレイした腐女子たちのメンタルがブレイクしていく。まあね、すでにあの黒田孝也さん の BLCD は何個かゲット済みなんだ私は、はい、ただね、受けがないのよね、黒田さんのね。BLCD がね、聞きたいねん。ここで聞けたね、よかった、うん、ありがとう。本当にごめんね、キリュウちゃん。私たちのこの欲望のせいでキリュウちゃんを BL？ え、キリュウちゃん BL 知らない？ボーイズラボで楽ですよ、キリュウさん。男同士で愛し合うことを言います。どうりでそんな感じのセリフしかねえわけだ。そういうことだったのか。でもキリュウさんの演技本当に素晴らしかったですよ。やばかった、本当にやばかった。ありがとうキリュウちゃん、本当にありがとう。元気になりました。しかし本当に今こういう作品が流行ってるのか、はい、そうだよキリュウちゃん、あんたピクシブではすごいよ。すごいことになってるからねキリュウちゃん、これだけは言っとく。じゃあ俺はもう行くぜ。キリュウさん、これが好評だったら次も。何？何？おかず。最高。しんどい。ちょっともう今日終わるわ。もう無理無理、今日無理。もう何もやる気起きひん。賢者タイムです。いやちょっと待って、もう一回、もう一回私あのアーカイブ見るわここ。じゃ
私の声がうるさいかもしらんな。ちょ、もう一回やろうかな。セーブ。なんか、あの、なんていうの、ここまで狙い撃ちされると、ごめんなさいっていう気持ちと、嬉しいという気持ちと、あとは情けないという気持ち、いろんな感情が入り混じって、なんていうんか、しんどいです。はい、ありがとう、龍が如く。ありがとう、桐生一馬。